はい、皆さんこんにちは。五条悟です。デコという言葉について解説していきたいと思います。呪術廻戦で五条悟が下戸だから、下戸の意味って皆さんご存知です。知らないと思うんで、僕が解説していきます。下戸の由来には2つ説があって、まあ、1個目が日本の由来の説と2個目が中国の由来の説。まあ1個目紹介していくと。昔結婚するときにまあお酒を飲みます。自分が高い家のお家は酒がたくさん継がれて、低い家のお家はお酒が少なくしか継がれなかった。昔はそのお家のことを戸って呼んでたんだよね。戸籍の戸って呼んでた。ここから転じて、絵の方の地位のお家は上戸。で、真ん中ぐらい中古が少ない家のお家のことを下戸っていうようになっていて、で、要は上戸の人っていっぱいお酒を結婚する時に継いでもらって、まあ、下戸の人っていうのはちょっとしか継げないと、継いでもらえないと、そこから転じて下戸っていう、酒飲めない人イコール下戸っていう由来になったっていうのが一つの説と、もう一つは中国発祥の説で、まあ、万里の長城、山の上の寒いところを警備してた人、上戸って言って、逆に、こう、まあ、標高が低いんだけど、結構往来が激しいような道を警備してた人を下戸って呼んでいて、下戸って当然標高が高いから寒いわけじゃん。だから、そういう人に対して、まあ、お酒を、まあ、ねぎらいの意味で政府が挙げていた。特に、下戸の人たちに対しては、まあ、甘いものをことで配っていた。それが転じて、まあ、上戸はお酒飲む人、下戸はお酒飲めない人という風になった。下戸の由来を説明してきたんだけれども、で、ここで一つ注意として、まあ、お酒を完全に受け付けない、まあ、アレルギーだったりっていう人は、下戸とは言わない。まあ、単純に下戸っていうのは、お酒飲めるんだけど、体質的には飲めるんだけど、全然すぐ酔っ払っちゃう。まあ、俺とか、ボンゴレのことを下戸っていう。います。この動画見てる自分が下戸で会社とか大学で辛い思いしたりしてコンプレックスを抱いてる人とかもいると思うんだけど、自分がどうしてもそこで体質的に変えられないからどうしようもないことじゃん。で、そういうことに対して努力して治ることだったらやっぱ当然ね、小さな努力もちょっと頑張れば治せることだったら直した方がいいと思うんだけど、どうしようもない時って、まあそういった、まあお酒飲めないことだけに目を向けるんじゃなくて、まあ、お酒飲めないからこそ、お酒飲めないことのメリットっていうのに向けるべきだと思う。お酒飲めないことのメリットっていうのは、こうお酒を、まああんまり勧められない。ここにすごいと思うんだよね。お酒飲める人って結構飲んじゃうから、それで体を壊したり、まあ下戸の人ってそもそもあんま飲まないから、まず体にいいと。あとは、まあこう、人と話すときにやっぱりこう、お酒が入らないと本音が言えないみたいな。それはちょっと自分変だなと思って、アルコールっていわゆる薬じゃない。で、薬を飲んでじゃないと、まあ人と本音が話せないっていうのは、ちょっとまあ、それって本当にコミュニケーションなのって思うところが、自分の中である。中で下戸って、は、まあ、常にこう、シラフの状態で人と深い話をしてきてるわけだから、そういったコミュニケーション能力っていうのは、下戸の人ってすごい、普段から高くなるようなトレーニングしてると思う。モーラーズの動画見てもらうと、まあ俺下戸だけどすごいコミュニケーション能力高いのが動画で見て取れると思うし、そういったトレーニングを下戸の人たちは普段、やってるんだよ。うん、で、あとは、特に今とかって、酒類提供禁止になってて、まさにこの下戸の力を発揮する段階だと思うから、今までの力試しだと思って、生活していけばいいのかなと。結論から言うと、こうっていうところで、まあ、お酒飲めないっていうのは当然デメリットであるんだけど、まあ、それ以上にね、お酒飲めないことによる、メリットに、どんどん目を向けていこうと。もう、どんどん目を向けていって、人生を、自分の、できないことに 目を向けるんじゃなくて、けどこう、できないことによって、制したメリットに目線をね、向けていければいいんじゃないかなと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。いいか、君を待ってる。